お帰りなさい。どうでしたか？なんとなく使い方とか分かってきた感じです。ま、分からないことがあったらお気軽お手軽にこの私シエラに聞いてもらえれば大丈夫ですからね。なんといっても私はあなた専属のオペレーターも兼ねてますから。ということで、続きましてアークス総司令からの大切なお願いです。こちらをご覧ください。お久しぶり。私のことを覚えてる？フルクだよ。あれよあれよと総司令にされちゃいました。記憶が曖昧になってるかもって話だから、本当は直接会いたかったんだけど、シャオ君にいろいろ押し付けられて忙しくてさ。声だけになっちゃってごめん。きちんと会うのはまた今度ね。まあ積もる話はさておいて、ちょっとあなたにお願いしたいことがあるの。最近正規のアークスとは思えない出自不明のアークスがちらほら現れてるんだ。情報部に調べてもらってるんだけど、カスラがさ、報告ちゃんとしてこなくて、なんか隠してる感じなんだよね。そこであなたにも別口で調査をお願いしたいの。怪しいアークスの目星はついてる。ちょっとの間つきっきりで監視してみてくれないかな。起き抜けでこんなこと頼んじゃって悪いけど、あなたが動くのであればカスラだって文句言えないし。以上、ウルク総司令からの連絡でした。なるほど、総司令があなたに声をかけたのはそういう理由だったんですね。納得です。ウルク総司令、シャオから指示系統を引き継いでとっても大変そうにしていましたからね。私では早速出撃の準備をしましょう。準備ができたら私に話しかけてください。あとですね、アークスの組織体系なんかも結構様変わりしてるんですよ。興味がありましたらいつでも私に聞いてくださいね。それじゃ簡単に説明させてもらいますね。あなたが治療されてる間にアークスの組織体系は抜本的に見直されたんです。まず総司令、アークスの一番偉い人がウルクさんです。司令補佐にテオドールさん、六号の皆さんは肩書きを残しつつ各部の司令になりました。戦闘部の司令がヒューイさん、総務部の司令がマリアさん、共同部の司令がレギアスさん、そしてそしてたびたび問題となる情報部の司令が、アークス全体の方針決定については各部の長と総司令が会議を行って決めているんです。シャオは私たちシップ管理者を作り出した後、そう、私たちはシャオの代わりにシップを管理する存在なんです。実はすっごいんですよ、私。生まれてからまだ2年ぐらいですけど、心も体も最初から大人です。えへん。ちなみにちなみに、人格形成には総司令であるウルクさんを参考にしたとシャオは言っていました。あとあと、アークス内にはもう一つ特別な肩書きがあります。それ、特定の部署に所属することなく自分の意思で行動を決めていいアークスで唯一の存在、それがガーディアン、あなたとマトイさんなんです。そしてそして、私はそのガーディアンであるあなた専属のオペレーターでもあるんですよ。以上、説明おしまいです。今後ともよろしくお願いしますね。